こんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。アナヒコです。お願いします。お願いします。ゴールデンウィークが近づいてきましたね。先生は何をやるのかな、予定は。私も実験教室だね。やっぱりよく働きますね先生は。ね、でもそのテーブルにものすごくそそられるカップが置いてあるんだけれども、もしかしたらゴールデンウィークで見かける子もいるかもしれないけれども、かき氷のカップなんです。いちご味でお願いします。はい、じゃなくて やってくれないんかい。これを透明な溶液に浸すと、はいはい、浸してごらんと。わわ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 、なくなった半分。溶けちゃうんです。今日はこの透明な溶液の秘密を探っていきます。おお、なるほど。それではレッツサイエンス。実は先ほどの透明の溶液は、じゃん、除光液といって、よくお母さんとかが使うのを見たことある人いるかもしれないんだけど、爪のねマニキュアを落とす時に使ったりします。あ、これを今日はじゃん、いやどんだけたくさん用意しました。たくさん用意したね先生。それこのたくさんの除光液を使ってじゃん、たくさんのかき氷のカップを溶かしてみたいと思います。うわ、それでは実際に入れてみたいと思います。アナヒコくんも一緒にカウント 3,2,1 をお願いします。せーの、 3,2,1。 おー、すごいすごいすごい、おー、あっという間になくなるなくなる、すごい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 、おお、あっという間に氷のカップタワーが崩れた。先生、跡形もないよ。全部溶けちゃいました。アナヒコくんどうだった？いや、すごかった。すごかったでしょ、うん、あっという間にかき氷のカップタワーが崩れちゃったよ。そうでしょ、発泡スチロールをすぐに溶かすことができるんだよ。これなんで溶けたの？それはね、除光液に入っているアセトンが発泡スチロールを溶かしてタワーが崩れました。先生、はい、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、はい、僕の顔の右半分に除光液かけたりしてないよね？こっち半分で、うん、これは元からでしょ。あ、そっかそっかそっか、ちょっと発泡スチロールって言葉に気になっちゃったんで。アナヒコくん何でできてるんだっけ？いや、発泡スチロール。そっか、じゃあかけなくていい、かけなくていい、やめろやめろやめろっていうのは置いといて、はい、今日も楽しかったね。楽しかったです。それじゃあまたね。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。